まあこんなことを言い出したのも一つは源氏物語っていうのはもう明らかに光源氏を中心とした男の色好みの世界ですよね。だからそれだけ見ているとちょっと我々この色好みの古代人の持っていた色好みの意識ってものを狭く見誤ってしまうことがあると思うんです。実はよく古典を見ていきますと男の色好みの前に女の色好みというのが大事な要素としてあると思うんですね。今言ったそのイザナギイザナミの神話の中の女神の方が先に大事な言葉を発するなんかもその一つの例なんですけれども、その他こう点々と古典のあるいは万葉集の古い歌の中なんかを見ていくとそういう痕跡がある。つまり私の言ってるのはたびたび言うように色好みというのは後世の漢字を色という漢字を当て好むという好きという漢字を当てする漢字ではなくって、まあ全部ひらがなで書くのが一番、適当なようなその日本人本来の色というのは理想の異性色ね色と色せ色もというふうなそれは今皆さんが古語辞典なんか引いてご覧になると色せ色も色と色ね同母の兄弟を指す言葉だというふうに書いてあります。それも言われがあることでありまして、つまりずっと遡っていけばイザナギイザナギイザナミなんかにそのやはり気配が見えますし、あるいはアマテラスオミカミとスサノオなんかにもその気配がちらりちらりと見えますけれども、その同母の兄弟がまた夫婦になる、そして大事な子孫をまず生み出していくというふうな形が神話の一番この発生点のところに複在している場合が多いわけですね。これは日本の神話だけではありません。外国の神話なんかのそういう要素がありますけれども、そして色っていうのはですからそういう神の心にかなう理想の配偶者理想の異性をそれから好むということは選択する、好むという大和言葉の一番古い意味は選択する選ぶということです。だから後の漢字の色という字に漢字を当て好むという字に漢字を当てしていく漢字、言葉の内容、あるいはさらにそれに好色という漢語の熟語を当てて漢字取る、そういう漢字とは非常に違うものが色好みという言葉の第一義なんですね。つまりそして神の心を神の言葉を聞くことのできた女性がその神の心にかなう異性男性を選んで、そしてその神の心をこの世に実現させるのが一番大事な務めであるわけです。ですから神の心にかなう子孫を生み出していくのにも女性の色好みっていうのがまず初めにあっただろうと思うんですね。でところがそれが我々の文献の残ってくる時代には男の時代になっていますから男性優位の形にだいぶこう変わってきている。ほとんどこう重要なところは変わってしまっている。しかし天照大御神スサノオの神というふうなところの伝えだとか、あるいはこういうイザナギイザナミの伝え方というふうなものの中にはまだそれが変わりきられないで残っている部分がある。あるいは吾妻歌なんかの中には広いこう民衆の生活の部分にはそれが
中央の制度は変わってしまっても地方の村の種族の中に変わらない形で残っていて、それがふいっとこう歌の中なんかに出てくる場合がある、それから彼岸茶の物語の中では伊勢物語の中にちらりちらりとこうその気配が出てくる部分があるわけですね。これは、色好みの女あるいは色好みなりける女というのが伊勢物語の中にいくつか出てきます。その中の一番代表的なのは例えば25段目の話、伊勢物語の25段目の話。昔男ありけり、淡路とも言わざりける女のさすがなりけるがもとに言いやりける。秋の野に笹分けし朝の袖よりも泡で塗るよぞ肘勝りける。秋の野に笹分けし朝の袖よりも泡で塗るよぞ肘勝りける。男がそんなふうにその女のところへ歌を送ってやった。それに対して色好みなる女、相手の女を色好みなる女と言ってます。返し、色好みなる女からの変化、それは見る目なき我が身を裏と知らねばや、枯れなで天の足たゆく来る。見る目なき我が身を裏と知らねばや、枯れなで天の足たゆく来る。この女の歌は難しい歌ですが、援護かけ言葉がもうふんだんに使われていて、もうこの上もなく技巧的な歌なんですけれども、それを返したのがその色好みなる女である。で、つまり昔男があった、淡路とも言わざりける女のさすがなりけるがもとに、ここら辺がなかなかこう微妙なんですね。その簡単に現代語訳できないところなんですが、会いませんよ、会いますまいよとも言わなかった女。そうかといってもちろん会いますわよとか簡単に決して言わない女、淡路とも言わざりける女の会いますわよなどとも言わなかった女が、でもさすがなりける、このさすがなりけるってところが大変こう意味が深いというか複雑というか難しいですね。あなたにお会いしませんよとは言わなかった女で、でその女はさすがなりける、無理な、その日常の行動や素振りなんかをから察して、そう単純ではなかった、会わないというその意思表示と裏腹なところ、それとは違った気配がなんとなくこう見えている、そういう女でしょう。ちょっと複雑ですけれども、まあ、現代にもそういう複雑な女性いないことないでしょうね。そのさすがなりけるがもとに男が言い合った、その歌が秋の野に笹分けし朝の袖よりも、秋の野の梅雨に濡れた笹を分けてそして通っていった、その朝露でびしょびしょ濡れたその袖よりも泡で塗るよぞ、会うことができないで、
過ごしてしまったその夜の袖の方が一層涙で、秋の野を開けた時は梅雨でびしょびしょに袖が濡れたんだけれども、その袖よりも会うことができなくって、共寝をすることがかなわなくって、そして、帰ってくるその涙の袖の方が一層ひどく濡れることです、と男がまあ言ってやったわけです。そしたらそれに対して色好みなる女が返しの歌を送って起こした。見る目なき我が身を裏と知らねばや。あの見る目、階層の見る目などという階層なんかの、ふっつりとも生えていない裏、海岸、それと同じように、男の人に会おうとする意思なんかを持たない私の身だということをご存じないからでしょうか。華麗なで、これも英語で言ってるわけですけども、この場合はその私から離れることをしないで、見る目を狩ると、それから離れるという狩るとかけて言ってるわけですけれども、私から思いを断つことをしないで、あのしつこい天の男が足のだるくなるまで何度も何度も諦めきれないで通ってくることですわ、まあ、そういう歌を返したわけですね。でこれは実はあの伊勢物語ではこの歌の作者が誰だということを消してしまって、そして一つの、まあ、短編物語にしているわけです。短編歌物語にしているわけですが、実は作者を明かせば、そのこの男の方は成平、古今和歌集に恋の巻、恋の三の巻にこの歌が入っているわけです。それから、女の歌の作者は小野小町ですね。これもやはり古今和歌集の恋の巻にこの歌入っていて、それを二つ組み合わせてこういう物語に仕立てているわけです。男の恋の、まあ、チャンピオンみたいな成平さんと、それから、女の代表的な美人で、そして歌がうまくって、それだけに、恋多き女性だけれども、歌があんまりうますぎて男の歌に負けることがなかったから、ついに一生結婚できなかったとかいうふうな伝説が生まれてくる。その小野小町さんと組み合わせてこんなふうに言ってるわけですね。そしてその女を色好みなる女と言ってるわけです。この色好みなる女の色好みは決してあのマイナスの、つまり後世のような好色のようなその内容ではないことは確かですね。やはりあの恋の哀れ、恋の心情、恋の心というものを本当に身につけている、体得している、そういう素晴らしい女性ということでこの物語では語っているはずなんですね。もちろんあの注釈書の中には、後世の注釈書の中にはあのマイナスの感じで説いている注釈書もたくさんありますけれども、実はそうではないはずなんです。この辺りに、例えば28段にも、昔色好みなりける女、昔色好みなりける女入れていにければ、謎てかく黄金片身になりにけん、水漏らさじと結びし者、謎てかく黄金片身になりにけん、水漏らさじと結びし者。これだけの短い言葉書きと歌だけのような、一段ですけれども、昔色好みなりける女、
それがふっとこう家を出て行ってしまったから、それで後に残された男が読んだ歌、などて書く王吾片身になりにけん。王吾っていうのは掛け言葉で、やはり会う、ね、会う時、会うチャンス、男女、男と女とが会う機会、それと王吾っていうのは今でも関西で大阪なんかでは使う言葉ですけども、担い棒ですね、荷物を両側にこうぶら下げたり、桶を両側にこうしたりして、肩でこう担い棒、あれが王吾。私は伊勢の育ちですけれども、大阪の例えば王吾、天秤棒のことを王吾という、あるいはコンロのことね、火を起こすコンロのことを寒敵って言うんですけども、こんなの伊勢では使わなかったから知らなかった。軍隊入っても嫌というほど二年兵に意地悪された。今年の初年兵さんはようできてるわ、王吾も寒敵も知りはれへん、そんな嫌味なこと言わなくったって、ね、淡路の兵隊と伊勢の兵隊とがこう負け、またも負けたか八連隊をちょっと強くしようっていうんでパッとこう入れられたわけで、ずっとそいつらが意地悪するわけですけど、まあとにかくその寒敵っていうのはコンロのことで、王吾っていうのは天秤棒のことだっていうことをそれで知ったわけですけれども、その王吾ですが、そして片身になりにけん、つまりあれこうバランスが取れてないと、前の荷物と後ろの荷物とがバランスが取れてないともうひどいことになるわけですけども、こうそれを言っているわけですね。どうしてこう担い棒の荷物がアンバランスになってしまったんだろう、つまり彼女と自分との間はこんなに食い違ってしまったんだろう、心が食い違ってしまったんだろう。水紫と、お互い二人の間は水も漏らすまいと結びし者を、誓って男女の愛を交わし合ったものを一体どうなっちまったんだろうと男が嘆いたというわけですが、これはまあこれだけなんですけれども、もう一つ37段に、昔男色好みなりける女に会いりけりというふうな形で話がまた一つできています。こっちの方はだいぶまあ言ってみれば、少し尻がる女の要素がこう出てきているわけですけれども、少なくとも25番目の話なんかはこの色好みの女、色好みなる女っていうのはマイナスの意味で言ってるとは思えないんですね。そして男の一番色好みの代表みたいな成平の歌と、それから女の色好みの一番こう深い境地にまでこう入っている小野小町の歌とこう組み合わせて、そして色好み、女の色好みの恋の話をしている。こういうのを見ますと、源氏物語より古風な色好みの形、そしてそれは男の色好み、男の色好みになりますとね、どうしても光源氏なんかも本当は隠れているから、その部分が隠れているからですけれども、つまり、経済的な背景、それから政治的な背景っていうものが非常に絡んでくるわけですね。ところが女の色好みの方はもっと宗教的にな要素が深くなっていって、そういう聖なる女性の資格として聞くことのできた神の言葉、神の理想を自分の信頼する男性、それは最も古く極限
的に考えていくと同母の兄弟の場合が多いわけですけれども、当然それは時代が下ってくるとある広がりを持ってくるわけですけれども、しかし大体大和の宮廷だと宮廷の中の女性、宮廷の中の男性ということになりますけれども、そういう男性に伝えて、そしてその神の理想をこのように実現させるという、第二段の政治的な祭りごとに拡大させていくわけですけれども、少なくとも源氏物語の光源氏を中心にした男の色好みの前に神話的な世界からこう糸を引いている女の色好みの物語、神話と歌ってものがおそらくあっただろうと思うんですね。そういうことを考えると、さっきのイザナギイザナミの話なんかもあるこう考え方の一つの目処が立ってくると思うんですけれども、そういう女の色好みの神の神話の要素をより多く我々に感じさせてくれるのが出雲系の神話の方ですね。大君主のまだ若い頃、出雲の国の八十神たちが求婚しに行く稲葉の八神姫、一番後ろから荷物全部背負わされてうんうん言いながらついていく大君主、しかし白ウサギが助けてもらって、あなたは一番最後から兄神たちの荷物をそんなに背負わされてついていらっしゃるけれども、結局八神姫のところへ行って八神姫の心を得られるの、愛を得られるのはあなた様でございましょうと言って予言するわけですね。あれなんかは八神姫がやはり多くの自分に求婚してしに来ている男たちを選ぶ、聖なる資格を持っているわけですが、あるいは根の国、根の片隅へ父から追放せられて、そうか、御親神から追放せられて、そして大君主が試練を受けに行く、そこで蛇の室、ムカデの室に閉じ込められるわけですが、イザナギの神から試練を受けるわけですが、そうすると蛇のヒレ、ムカデのヒレというふうな霊力の豊かな布を与えてくれて、その試練を見事に逃れることのできる力を与えてくれる、スセリ姫という、やがて大君主の正妻になるわけですけど、その大君主の正妻になるスセリ姫の持ってるやはり理想の男性を選ぶ力、色好みの力ですね。あるいは越の国のその大君主が桑姫を、坂姫を求めようとして、さらに越の国へ求婚に行って、そこで出会う越の国の布川姫、大変な美しい情熱的な雨語り歌という恋のやり取りの歌を交わし合いますけれども、そういう女性たちの姿に、より古代の女の色好みの面影というのが残っている。大和系の神話の方はもうなんかスーッとこう男系の神話に、統一せられてきている。より古風な面影はやはり出雲系の神話の方に残っているというふうに読んでいると自然に感じられてくるわけですね。そういうことも源氏物語直接関係はありませんけれども、源氏物語のこの光源氏の色好みを理解するためには、もう一つ
その前の形の、あの色好みなる女、あるいは女の色好みの、まあ、理想といいましょうか、道徳観といいましょうか、そんなものを考えておく必要もあるのですね。さて、まあ、あの光源氏がそんなふうに明石の春の光景から都の二条院の様子をこうしがっているところです。ふるさとの池水、ふるさとっていうのはそういうなじみの里で、ここで実は光源氏はつまり生まれて育ったわけですから、光源氏にとっては非常に思いの深い、まさしくあのふるさとであるわけですね。古くからのゆかりの地であるわけです。その池水に今紫の上がいるわけですが、思いまがえられたものにこの明石の風景が、明石の海岸の風景が見まがえられたものに、言わん方なく恋しきこと、言いようもなく恋しいこと、いろいろと思い出されて、いず方となく行方なき心地したまいて、一体どっちとも心が定めなく漂っていくような気持ちがなさって、こういうところ、こういう古い自分の心の一番こう根源のところに触れてくるような物思い、誘われていくような、そういう気分がよく出てますね。ただ目の前に見あらるるは淡路島なりけり、でそういう思いの中で現実に目の前に見やられるのは淡路島である、ぽかっとあの目の前に浮かんでいる。それで淡路と遥かに、これは引き歌がありまして、淡路にて淡路遥かに見し月の近き今宵は所柄からかも、あの淡路でその土地の名の阿波ではないけれども、阿波と遥かなものとして見たその月が今晩近々と仰がれる、それはこのところのせいだろうか、土地柄のせいであろうかという歌ですが、それを弾いて阿波と遥かに同じような気分するわけですね。おっしゃって、そして阿波と見る淡路の島の哀れさえ、残る雲なく住める夜の月、淡と空に霞んで見える春の夜の月の光、その光の下で同じように霞んで見える淡路島、その情景の哀れさまでが、残る熊もなく高校と照り渡る今宵の月よ、なんかすっきりと、あまり情景写実的に解釈しちゃうとこの歌の気分なくなってしまう。なんか言葉が転面していて
どこまでどこへつながっていくのか分からないようなところが、もともとこの歌にあるんですね。阿波と見る淡路の島の哀れさえ、調べの方が、あというふうに畳み込んでいく、この調べの方が、なんかむしろ先に働いているわけです。それとともに、なんかこう、淡路、それからそのさらに向こうの阿波、いうふうなものに古代から日本人が持ってきた、ある異教感、異教意識っていうふうなものも、きっと影に、表には出ないけれども影に働いているだろうと思いますが、阿波と見る淡路の島の哀れさえ、そういうかすかな遥かな哀れの思いさえ残るくまなく進めるような世の月残るくまもなく高校として照り渡っている今宵の月よというふうな思いですね。